いやー、本当はね、昨日もやろうかなって思ったぐらいなんですけど、なぜか、なぜか心がズーンとして始められなかったという。なんでだろうね。いや、不思議と、不思議と起動できなかったなー。はい。十分怖いよ、これは。ギャグじゃん、ギャグじゃんとか言いつつも十分怖いね、これはね。やった感想を言うと。逃げるだけってのはとにかく怖かった。まあ、いいや、とりあえず見よう。この茶番劇を見ようぜ。デニス！すごいところから来るんだよ。この技とらしさ。久しぶりだな、アリスさん。プライマリー以来だから3年ぶりか。どういうつもり、こんなところから入ってきて。前に渡すもんがあってさ。これこれ、おじいちゃんの部屋の鍵だわ。ママが持ってたのよ、これ。どうしてあなた、ママに会ったのね。いつ、どこで。昨日の朝だよ。川向こうの公園でエッジビたちとクリケットやってたら、お前のママが通りかかって、でお前が帰ってくるかもしれないから、それまでに戻らなかったらそれを渡してくれって。ママ心配して私の様子を見に行ったんだわ。それで行き違いになって。けどお前大人になったよな。美人になったしよ。ダメだ、ここでどうしても笑っちゃうな。おい、デニスだって大人になったわよ。まあみんなにいじめられてない泣き虫って。バカ野郎、お前つまんねえこと言うなよな。いやー、飛んだ茶番を見せつけられてしまいました。なんだろうね、あのイラッとする演技はね。決して下手じゃないんだよ。むしろ上手いんだよ。上手だな、このゲームの演技って思うけど、イラッとするよね。なんでだろうね。はい、お待たせしました。話しましょう。前回、エピソード1をクリアしました。エピソード 1? なんとか1つったな。なんて言ったっけ?ラウンド1じゃなくてな。ああ!潜水使っちゃった。なんつったっけ?まあなんか、とりあえず一章をクリアしましたと。そして、そこでまあ出てきたハンマー男がとにかく怖くてね。まあとにかく怖かった。もう、そう、隠れて巻いたと思ったらまたすぐ出てくるからさ。またあのすぐ怖い音楽になるからさ。もうあれで心底心をやられてね。おかげでできなかったね。まあちょっと時間を置いて、今日その2章ですね、やっていけたらいいなと思ってますよ。あ、暗いよ、相変わらず。もう真っ暗だね。もう暗すぎてね、わからないんだよ。どこの鍵だって?おじいちゃんの部屋の鍵って言ってた、お母さんの部屋の鍵って言ってたっけ?ちょっとごめん、マップを見たい。アメリカンホラーを意識してる。アメリカ感が出てるのか?あれは。だからイラッとしてしまうのか?キーアイテム。これだ。おじいちゃんの部屋の鍵。ね。おじいちゃんの部屋の鍵ですよ。それを、マップ。かん、ちゃん、かまこん。さん、初めて見たけど、主人公、エッチだね。うん、まあ、わかるわかるわかるよ。でもね、このカプコンはね、いいのは、とにかく健康的な感じがするから、かまちゃん好きなんですよ。なんか、元気な感じがするから。元気な感じするよね。その元気さ、かまちゃん好きですよ。地図見ても全くわからない。スリー初めてですか。ここは前弾かれちゃった。ここはここのこと入ったっけ、ここね。他にはどんなホラーゲーストックしてるの。プレイするの楽しみだね。ホラーゲーね、結構あるんだよ、カムちゃんは。これはママの部屋だよな。あ、これじゃん。
ほらおもかおなんだよもうなんだよぜん油断してたわ、今家の中で。まだ、タイムスリップみたいのしてないからさ、来ないと思う。おまだいるよまだいるまだいるまだいるもう、なんだよあんまり大きな声をね、出させないでほしい。ちょっと潜水を汲んでこないとダメだ。あれ、潜水どこだっけ？どっから下行くんだっけな？わかんないくなってんな。こっちか？これか。これだ。これだ。はい、これこれこれ。あれに潜水をかけて、ひるんでるところを入っていかないといけないのね。よいしょ。あ、セーブしとくか。ホラーゲーはいくつかあるんだけどね、その中でも割とできそうなやつを選んだ結果がこれですよ。なんかクロックタワー3はちょっと違うみたいなね、レビューを見て、じゃあこれならできるかなと選んだ結果がまあこれですよ。そんなにバカにできるほどではなかったという感じですね。十分怖いよ。行くぞー。あー、近い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 。無視して入ればいいのか。律儀にかけちゃってる。うー、なんだよこれ。うわー、びっくりしたびっくりした。ちょっと待った。なんだよ。なんで？ここは一体何の部屋なの？下宿に匂いがすごいわ。ひどいね。ああああ、どこ？あ、いた！よし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 。え？もう出ないとこれ危ないんじゃない？怖い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 。怖い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 。ダメだよ。あいつがうるさくてさ、もう見る間もないよ。ほらほら、来た来た来た、ほら来た。なんなのあの部屋は。あー、え、あそこに行くんじゃないのかな。ちょっともうちょっとパニックが収まってからにしよう。ね。あー。あと積んであるのはね、デメント。かな？あとね、デッキもしないのに Wii U のね、ゾンビ U とか買ってあるんだよ。どうすんだっていう話なんだよ。なんでかね、安いと買っちゃうんだよね。買ったはいいけど、できないから消化できないままずっとあるでしょ？だから困るんだよ。なので、こういう機会に、ちょっと怖いやつ一個減らしとこうかって、今やってる途中なんだけどね。行くぞ！ここは一体何なの？もう他はないのかな？調べられるの？成仏させるやつはないのかな？なんだろう？なんもない。まあこれは光ってるよね。じゃあここじゃないんだ。ここじゃない。ちょっと潜水がなくなっちゃった。また汲みに行かないと。おじいちゃんちどこ？おじいちゃんの部屋どこ？こっち？違う。おじいちゃんの部屋がわかんない。こらこらあ、なんか広いな。おじいちゃんはこっちかな。これか？もしや。もうほんと新しいとこ行きたくないけど。あ、もう始めた以上途中で
やめない、やめるっていうのもね。ここの鍵ではないのか。ここは？あ、これだ！ディック！ディックっていうんだ、おじいちゃんはね。またわーって来そうな気もするけど。ここは大丈夫か？はぁ。健康的なエロさ？健康的な感じがしない？これ、ほら、この子。ちゃんとさ、ちゃんと、人間してるっていうかね、人間的っていうか、細すぎないというかね、なんだろうな。運動とかできそうっていう感じがするね。スト2とかもそうだけど、カプコンのゲームはね、やたらね、肌率がかなり高い。裸率がかなり高いのと、あと、ピチピチの服を着たがるんだけど、でもね、筋肉質なせいか、なんか健康的に見えて妙なエロさはないんだよね。そんな感じしない？しませんか？カメラ店の注文表、カメラフィルムを大量に買ってたみたい。メモが書き殴られている。時を操る鍵は我が背中に眠る。魔の者伝承の古書。遥かローマの時代からこの世には魔の者の存在がある。魔の者はこれと目をつけた人間に忍び寄り残虐性を吹き込み、むごたらしい殺人を犯させる。仮にその人間が捕まり処刑されても、蘇生させ永遠に犯罪を続けさせるのだ。これら魔の者に操られる者たちを魔の者の配下と呼ぶ。魔の者の配下は殺害した人間の魂を糧とし、無限の力を得る。つまり人々の絶望と苦しみこそが彼らのエネルギーなのである。これに対して魔の者を呼び、魔の者の配下と戦う特殊能力を備えたルーダーと呼ばれる者たちがいる。ルーダーは10代の若い女たちに限られそうなの？何世紀にもわたり彼らと暗闘を繰り返してきた。その戦いは今も続き、この先も続いていくだろう。なるほどね。魔の者、そしてルーダーと呼ばれる特殊能力を持った女たち。なんか分かったか、アリサ。なんだよ。これ PS2 にしたらかなり映像綺麗じゃない？魔の者ってなんだ？それにルーダーって。あれは夢じゃなかったのよ。え？ママを探すわ。探すって。けどママは車で出かけたんだぜ。ママは近くにいる。感じるの。感じる？あなたは帰っていいわ。これ兄弟なの？バカ野郎、手伝うぜ。俺とお前の仲じゃねえか。どんな仲よ。どんな仲って幼馴染じゃねえか。どうせ俺も幼馴染か。姉ちゃんが帰ってくるまで一人だしよ。お姉さんってリンダさんのこと？ああ、今アフリカの難民キャンプへ看護婦で行ってるんだ。帰ってくるのは半年ぐらい先だって。だから分かった、絶対言うと思った。ウィーズリーが来た。分かったわ。絶対ロンに見えたよね。ロンにしか見えない。別れて探すのよ。オッケー。あ、そういえばアリサ、お前明日誕生日じゃなかったか？誕生日？オーバーだよ。ちゃんと覚えてんだ。偉いだろう。どうしたんだよ。あ、うん、なんでもない。じゃあ2回頼んだわね。あ、誕生日。なんか誕生日って言ってたな。誕生日。なんか15歳の誕生日までに、なんか、それを過ぎれば安全みたいな感じ、じゃなかったかな。背中に眠る。我が背中に眠る？え？我が背中に眠る？
どういうことだよ。あ、これか。額縁の裏側に何か置かれてるみたい。金と銀のネジ巻き。これ一体何かな。劇場見てるようなオーバーリアクションだった。本当だよね。そんな劇場してなくていいと思うけど。でもまあ、ありなのかな。ありなのかな。演技はすごくうまいと思うけどね。でもイラつくよね、なんでかね。時計を巻くネジ、時計ね。ごめん、いっぱいなんか書いてあった、ごめんね。靴下はふくらはぎのちょい上まで上げてほしいよね。謎のこだわりが。時計ここじゃないな。外かな。外だね。どっかにあった気がするな。この廊下っぽいところに。2階だった気がする。あー。たまにさ、なんか、ふくらはぎどころか、くるぶしまでの黒いソックスが指定みたいな、ここあるよね。女子校みたいな。あれ超ダサいと思うんだけど、どうなんだろうな。なんかみんな鈴木みのるに見えてくるんだけど。骨太感あるよね。わかる。あ、ごめん、戻っちゃった。ちょっと読みながらだとね。ここのどっかに時計があった気がする。ここ。ここら辺にあった気がする。ない!あれ、一体何を見たんだ、かまちゃんは。あれ?時計なかったっけ?あ、またここか。あれ?こっちは行かなくていいのか。さっき行けたのは一体何だったんだ?え?時計?一個一個もう見ていくしかないな。これ自分の部屋だよね。お?こっちは?あ、こっちもあんの?うわ、何くらい。あ、二つ扉があんの?すごいね。時計ねー、どこだろうなー。もうこうやってね、何気ない探索してるだけでもね、このカマちゃんの産地が下がってんだよね。確実に。こっちかなー、お母さんの部屋の方かなー。はい、通ります、通ります、通ります。時計。いや、マジでわかんないぞ、時計。暗い。こっちの扉は?時計、どっか廊下に、お?あ、なになに?剥がれた絵の裏に別の絵が貼られてる。え?だからなんだろう。あ、これじゃん、これ。なんか、ペインスクリークキリングにするにも、こんなのあったね。使います。え、どちら、あ、なるほどね、ちょっと待ってください。ちょ。まず、絵に描かれている時計の時間を見ましょう。そういうことですよ。3時。え?そうなの?今時の女の子にあの靴下が可愛いって人気らしいよ。かまちゃんみたいな老害には若者の感性はわからないかな?本当?あれが可愛いの?クソダサいと思うんだけど、かまちゃんは。
まあかといって正解はよくわかんないんだけどね。おなんだなんだ、いっぱい回るな。何これ、変な回り方する。かまちゃんね、女子高生にとことん興味がなかったんですよね。だから女子高生萌えみたいなものが全くわからないんですよ。ぴったりきた、これどうですか、これ最短ルートでやってしまった感あるよね。謎が愕然としてるよ。この時計がさ、魔法陣に関する記述。たとえここに書いてある手順通りに魔法陣を書いたとしても、それで全てが完了したわけではない。肝心なことはこの次、魔法陣が真に力を発揮するためには清められた水を力が満ちるまで捧げなければならない。魔法陣に輝きが宿った時に初めて術者は新たなる地を得ることができるであろう。要は聖水をかけろってことだね。魔法陣に、あれ？これか、ドアは。あれ？俺もめちゃくちゃ嫌いだけどね。太い足の子があれ生えてると、悲しい気持ちになってくるよ。そうね。なんだろうね。あれはなんだろう。ダサく見せさせるためのやつなのかな。あれを素敵に履きこなせる人いないと思うよ。あれ？あ、これか、魔法陣、これか。来たー。あー、ワープしてしまったー。あー、ワープした。またあの世界に送り込まれるんだなー。ひどい世界だ。うわぁ、もう音が嫌だわー。なんだよ、音、ちょっと音が嫌だわ。音ちょっとちっちゃくしよう。もうこんな音させられたら無理だよ。ちょっとごめん、下げた。もうまた暗いしなぁ。うーわー、なんだよ、ここ。あ、なんかある。ラベンダーをください。やった、ラベンダーだ。ラベンダーがもうないからさ。さあ、今日は何分持つかな。もう何分で嫌になっちゃうかな。これね、細かくやるしかもうないと思う。この前2時間頑張ったけどね。相当しんどかったよ。あ、セーブしよう、セーブ、セーブ。ああ。で、聖水を汲む。あ、なんか1個増えてるか、聖水の持てる量がね。あれ、これは、あ、こっち、あー、なんだよ、なんかいる、なんかいるか。なんだ、変な音がしたけど。あ、あ、なんかいる、なんかいる。人形、ほら、あっち行け。あー、こっちにもいる。あ、もったいない。なんだよ、広い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 。車内は無残に焼け焦げている。箱が開いて潰れている。なんかのプレゼント、これじゃないの。ちょっとこれ、これか、ここ。
あーやったー、成仏した。結界石ってなんだっけな。あっ入れるの。もう入りたくないな。ここどこだろうね。おお、もう暗い。うわー、なんだよ、こっちもある。ロックされてる。ちょっとこれどんなとこいるの。地図とかあるかな。あ、地図ある。おー、何うまい家って書いてあるの。うまい家って書いてある、これ。おい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 、普通の人か。おいおいおい、誰ですか、あなたは。何の御用ですか。行きましょう。怖っ。なんかダークソウルの、あ、じゃない、デビルズ、デモンズソウルの監視みたいだな、あのチリンチリンが。ちょっと、この雰囲気はすごい嫌だけど、あの、劇団っぽい感じが出てると、ちょっと心が楽になるね。アルバート、え、一体どこ行ってしまったんだ。え、さっきいたけど、あれじゃないの。お化けなの？あ、アルバートかい。おい、なんだ、怖い怖い。お化けか。お化けか。お化けなんだ。もう心が、心が、もううまい家はこれダメだよ。心が、心がズンとくるよ。なになになに、あいつじゃん。あれ、この隙にここに行くんじゃないの。あ、違う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 、あ、違うよ、違う、よしよしよし、逃げろ逃げろ、もうこんなとこにはいられない。部屋に戻らせてもらうからな。あー、いる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 、なんだよ、もう来ないか。あーい、もう来た来た来た。あー、ちょっと待って、なんだよ、もう停止がないんだよ。あ、え、ちょっと待って、困る困る困る、なんだよ、もうないよ、何も出してよ。
あそこは全部鍵かかってるから、あれ階段で上に行けってことかな。こっち側に？あ、こっち側にあんのか。そっかそっか。あ、これは？これも鍵か。あー。清水行くみたい。月味噌を行けた。花瓶だと。え、動かしますか。はい。え、方向ちょっとそんなこと言われたら困るな。あ、なんかあるよ。工具箱。あ、アルバート、あれじゃん。多分、あっちの男の方だね。音がすげえうるさい。パン屋のブリトニーさんからロンドンに行けばいい。メイシャさんがいると聞いた。お袋の目が見えなくなって7年。これに心配させまいと元気に振る舞っているが、目に見えて老け込んできたのがわかりつらい。その眼科医なら治せるかもしれない。でも随分金がかかるという話だ。これまで懸命に貯めてきたが、それで足りるだろうか。11月16日、昨日登園にあたるジョン・ヘイグという男が居候させてくれと訪ねてきた。顔はにこやかだけど、どこかずる賢い感じがする。それをお袋に言ったら、人を見た目で判断するなと叱られた。その通りだ。真心を持って接しなければいけない。3日ぐらい前から夜中に変な物音がするようになった。最近近所で空き巣狙いが出没しているらしいので、我が家でも警戒を強めるようにしよう。うん、あれあれれれれ、これ来たとこか。あ、来たとこか。ちょっと待って、動かしたような跡があるけど。何も起こらない。うん、ってことは、来た？お！うわぁ。はぁ、もう新しいとこ行けるたびにため息出るよ、これ。アルバートの部屋。あ、こっから出んのね。すげえ仕組みになってるな、この家。あ、なんかあるよ。ああ、おーい、キッチンの鍵。キッチンね、キッチン、キッチン。あ、あそこが開くようになったってこと？え、ここがキッチンってこと？キッチンはあっちか？ここがキッチンか？ちょっと、清水がないからなぁ。あ、やった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 。他ないかな？何かないかな？え？あ、これ来たところか。あ、ここ？なんかあるよ。片割れのペンダント。なんだろう。あー、ゆっくり調べさせてほしい。お、これは、これは、これは出たのか。片割れのペンダント、もうあっち側ないのかな。おいおい、ない、ない、ないかな？よし、ないね。よし。はい、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 もう出る、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 出る。もう、このお化けだけでも十分に嫌だよ。どこだって？今がここだから？こっちに出る。はい、はい。はい、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 なんだよ！あっち行け。もういい、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 もういい。
キッチンはあっちだろうな。これか？よし。おい、ここでも来んの？嘘だろう。おい、狭い。おい、危ない。狭いところで来るなよ。あ？なんか死んでる。新聞記者の式中。ドロシー一家殺害事件を解明する重大な手がかりを見つけた。情報の裏付けを取るため、これから単独でドロシー家に潜入する。なんか、あれだね。ペニスクリークの探偵みたいだね。うん。俺の、違う。自分の勘が正しければ、こいつはロンドンを震撼させる特ダネになりそうだ。新聞の切り抜きが、式に挟まっている。連続殺人犯ジョン・ヘイグ・シス。1962年5月11日、連続殺人犯として逃亡していたジョン・ヘイグがウエスト・サセックス州のメッキ工場で死亡した。ヘイグは一人暮らしの老人を騙し、財産を奪って殺害。証拠が残らないように硫酸で溶かして逃走するという犯行を重ねていた。すごいね。犯行に使われていた硫酸はいずれも盗品であったことから、警察当局が付近の硫酸を扱う工場を警戒していたところ、放射能のメッキ工場に現れたのである。逃走しようとしたヘイグに警官隊が発砲。ヘイグは破裂した硫酸タンクから全身に硫酸を浴び、皮肉にも自らの殺人方法と同じ死に様となった。なんだ。ざまあみろですね。さあ、もうここあれがいるからさ、急いで調べた方がいいな。もう落ち着いて調べさせてくれないからさ。ほんと？狭いところで来るの嫌だよね。あ、ほら、もう来た。言うとは思ったよ。ウエストサセックス州ってすごい州だね。あれ？これは来たとこ？おーい！もう、しつこいよ、お前は。あれ？これ来たとこ？これか、ドアって。え、あ、それしか見てないんだけど、他は？何もないの？うるさい。もっとあるでしょ。あ、なんかあった。これはどこ？外。なんだか地図が見方がよくわかんないな。自分のいる場所がわかんないからかな。わあ、なんだよ。あ、これあれじゃん。来たとこだ。ちょっと他を見てみるか。あ、なんかいる。待ち構えてんな。はい、はい、通るよ。ここは何？これ、このちょっと出てんの。え？何？あまりにひどい。ハート型のペンダーを握りしめてるわ。おい、ちょっと、あ、これか？もしかして。これだ。やった、やっと平和になった。し
つこいんだよこれ。あ、隠れるやつ。わあ。あれ？噴水なかったっけ？何もう。あった。噴水くん、くんでる。あ、お母さん。なんかホームアローのお母さんに似てるな顔つきが。お、なんかあるよ、なんかある。ディックの机の鍵。ディック、ディックってじいちゃんでしょ。 あ、セーブしとこ、セーブセーブセーブ。あー、一応進んでるは進んでるね。まあまあ。ここが噴水ってことは？でもディックのつく、あ、なるほど、一回戻れってことか。はい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 、わかったわかった、戻れるんだこれは。どっち、こっち。賢い。ああ、戻ってこれた、よかったよかった。ああ、よし、戻ってきたぞ。もうこれだけでホッとするよ。え、どこだっけ入り口は。入り口が分かんない。あ、これか。よし、ディックディック、これか。違う、ここはママの部屋だな。ティックの部屋は1階だ。はい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 、はい、ごめんね。夜やってたら超怖いだろうな。ねえ、昼だからいいようなもん。確かディックの部屋はここじゃなかったかな。ここ入って。これか。ほら、すごいでしょ。魔の物伝承の古書。魔の物の配下を倒すには、魔の物の配下が殺して虜としている人の魂を救わなければならない。そのためには、被害者が殺される前、心を寄せていた品物を見つけ手に入れる必要がある。それを手に入れると、ルーダーの能力は一時的に強力なものとなり、ルーダーの魔法陣が出現して、その中にある精霊の武器で魔の者の配下を倒すことができる。魔法少女かってことだね。ああ、ダメだ、それ人間をやめちゃうやつだよ。人間をやめるぞーのやつだよ。仮面、仮面、仮面。ここに一個取れてるやつがある。仮面を元に戻すぞ。で開きました。
すげえ、すごくないかまちゃん。サクサク進んでるよ。カメラがいっぱいあんね。お、あ、霊木の矢。これ強力な武器らしいんですね。あんまり前回使った時よく分かんなかったけどね。何がそんなに強力な武器なのか。あれ？何もないの？そんなわけないよね。これは来たとこでしょ？違う、違う、違う。夜部屋を暗くしてやってると。あ、これだ。ほんとね、夜とかは無理だね。カメラフィルム。これでなんか見んだな。手記。1900、お、魔の者の配下と。魔の者の配下と戦うルーダーの家系はヨーロッパ各地にあるが、我がハミルトン家もその家系だった。なんと誇らしいことではないか。ルーダーは女だけに遺伝する。我が妻フランチェスカもかつてルーダーだったが、若い頃の私はそれを信じることができなかった。魔の者やルーダーをただの伝説だと頭から思い込み、その存在を否定していたのだ。だが魔の者伝承の書が見つかり、ナンシーがルーダーの力を発揮するに至り、ようやく私の目も覚め、その研究に身を投じる決意をしたのだ。ルーダーの能力は生命力にあふれる10代の初めに開花し、15歳で最高に達し、その後徐々に能力は低下し、20歳を迎える頃には完全に力を失ってしまう。歴代のハミルトン家の女たちは代々その宿命に従い、10代でルーダーとして魔の者の配下と戦い、20代でその使命を終えると結婚して次世代のルーダーを生んできた。ナンシーもすでに18歳。ルーダーの能力も衰え、そろそろ次の世代にバトンタッチをする時期が近づいてきているようだ。我がハミルトン家がルーダーの家系であることを誇りに思うと同時に、その使命感に深い責任を感じている。愛するナンシーが結婚するのは寂しいが、次世代のルーダーを誕生させるためだと思えば、期待に胸が膨らむ思いだ。ついに我がハミルトン家に次世代のルーダーが誕生した。私にとっては初孫だ。名前はアリッサ。私が命名した。聡明そうでとても可愛い。健やかに育ち立派なルーダーになってくれることを期待してやまない。うん、ルーダーの家系、私の体の中にもその血が流れていたのね。やるわおじいちゃん、私の体の中にもママと同じルーダーの血が流れているんだもの。おばあちゃんとアルバートを助けるわ。飲み込みが早い。きっとママも帰ってくる。そうでしょおじいちゃん。だいぶ飲み込みの早い子ですね。喜んでルーダーを受け入れてくれました。そんなん嫌だけどね。でもこれで他はもうないの？出ちゃったけど。あ、そうだ、フィルムをもらったんだ。カメラで見よう。カメラで見んのかな、フィルムって。暗室とかで現像しないといけないのかな。フィルムだけあるけどどうしようかな。一応使えそうね。
一度だけ身代わりになってくれる不思議な石？あれ？これカムちゃん一生でゲットしたような気がするけど、使ったんだな、多分やられて。もったいないね。フィルムあるけどどうするんだ？床に横たわってた。あー、え、結構調べたと思うけどな。じゃあそこの、あそこにうまい家に行って、あ、新聞記事、生産硫酸殺人溶かされた親子って、もう1963年11月23日、ウェストサセックス州クローリーのラッセル通りで二人の残殺死体が発見された。被害者はドロシー・ランド夫人、65歳とその息子で、おもちゃ職人のアルバートさん34歳で、二人は硫酸、あ、自宅ガレージのドラム缶に入れられ、硫酸漬けで殺害されていた。犯人は二人を殺害後金を奪って逃走した模様。近所の人の話によると、殺害された未亡人のドロシーさんは盲目で、息子のアルバートさんが杖代わりとなって仲むつまじく暮らしていたという。犯人はそんな親思いのアルバートさんの目を潰した上に、もうひどいね。二人を殺害した様子で、その犯行には人間性の欠片すら感じられない。当局の調べによると、親子が殺害される数日前からドロシー夫人の遠い親戚と称する若者が居候として同居していた様子で、この若者が何かの鍵を握っているとみて行方を追っている。もうひどいね。ひどいね。もうひどいとしか言えないね。あれ？こっち？ああ、まあ、ともかくあのうまい絵って死体なかったらもうそれでおしまいにしよう。ああ、でもあれだね。お化けがいなくなったからこの辺平和になったな。そうか、もうこの辺はじゃあ何もないんだね。結局もうあのうまい家に行くしかないんだ。え？扉が開かなくなっている？なんでだ？平和ならもっといけるね、にっこり。あれ？こっから入らなかったっけ？何今？なんもない？なんもない。あ、ドラム缶ってこれじゃないよね。あ、これ？あ、これだ、これだ。この人の体、まるで何かで焼かれた後みたい。いや、そうだと思うよ。これ、なんかある？いや、なんもないか。あ、カメラからフィルムが抜き取られている。はぁ。ちょっと、ちょっと。だと思いましたよ。あの幽霊を浄化、こいつだったのか、幽霊。浄化しましょう。悪霊退散。やったー。犯行現場を押さえた写真も決定的じゃん。こんな決定的な写真、なかなかないよ。
犯人の姿はよくわからない。もしかしてこの写真を撮った人も犠牲者だったのかしら。そうね。もう一枚。え？スイッチ式のドアが開いてる写真だわ。額縁がちょっとずれてるところ。額縁がちょっとずれてるところ。まあ、お化けもいなくなったんで、これで平和に探せるね。いやー、平和になってよかったよ。額縁が。ずれてるところ。どこかな。あれ？ 2 階。そっか。何の音もしないね。今ちょっとなんか音すんのかと思って。ほら、なんか音しない？え？ちょっとー、なんだよー、もうすげー嫌だー、なんだよー、うーわ、もう超嫌だ。え？近づいてる気がする。もう、うわ、すげえ嫌だ。ここが出口。まだ開いてない扉が一個あるね。そこかな？ちょっと見てみる？もうこうやって急になんか出てきたら一気にやる気を失ってしまうんだけど、カムちゃんは。もう、なんかバタバタしてる、ここ。絶対ここだよ。あれ？額縁、額縁。この辺かしら。ああ、ああ、見つけた！見つけちゃったよ！ちょっと待ってもうすげえ押したくない。押したら絶対なんか出てくるんだもの。え？ほんと？ゲームを下げてくれたおかげで怖いのがわかんない？よく聞こえない？いや、かまちゃんヘッドホンだからすごい聞こえるんだよ、これ。ちょっとうるさいぐらいで聞こえるの。ちょっともう戻すか？いや、明らかにこれどんどんしてるのが聞こえるんだよ。聞こえない？ほら、叩いてる音。風だよ、風。もう。いやー、やだよ。あー、なんだよ。何のスイッチなの？もうここ、絶対開けたくない。あ、封じられてる？これ、外に行くやつじゃないの？あ、違う。これはどこ？ああ。ここ、もう、ホラーゲーはすげえなー。あ、セーブ、セーブ。これセーブできるっけ？セーブ。あ、やった。セーブしとこう。いやあ、ブランチね。ブランチ、ブランチ。そう。第一ブランチはクリアしたんだ。これは？暗くて見えない。え？ドアがあるね。こっちは？こっちもドア？あ！音が消えたよ。あ！え？アルバートいる。うわあ、なんか始まった。おい、やだやだやだ。一人で歩き回っちゃう。夕ご飯の用意ができたから呼びに来たんだよ。大丈夫だよ。お前も仕事に精を出してるんだ。私だって頑張らなくっちゃ。ところで、今度はどんなものを作ってるんだい？
また子供たちがびっくりするようなものを作ってるだろうね。フラグビンビンに立ってるよ。フラグがなかなかうまくいかなくてね。あ、あれが大事なの？これはもうすぐ冬だろ。お袋が寒い思いをしちゃいけないと思って前から編んでたんだ。編んでた。掛け心地はちょっと、とても暖かいよ。手編みの？とてもありがとうアルバート。おい、なんか来た。うわわ、あーあーあーあ、これで目が見えなくなったの？うわ、もうひどい。え？え？見えない、暗くて。めちゃくちゃ悪いやつじゃないですか。え？え？もういるの？嫌なんだけど。いる！いる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 ！あー！ちょっと待って！いるいるいる！なんか、でもここにあったんだよ。なんかここにあった。お！あちゃ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 ってなってる。あ、ちょっとちょっとさ、ちょっとさ、出てきてなんだけど、まだ見てないところがあるんだよ。もういないよね。よし、ほらほら、あるあるある。これはラベンダーかな。あ、インビジブル。もうこっからはあいつが追いかけてくんのか。もう嫌だな。あーため息がため息が出た。写真は誰が撮ったんだ。なんか探偵が多分撮ったんじゃない。これアルバートの部屋か。アルバートの部屋で、だけど何もないな。素晴らしい起点だね。え、今の？今のカムちゃんの？この、あ、あれね。鬼ごっこも、この鬼ごっこ。これは？ドア二つないこれ。こっち側？あ、これ来たとこだ。これ来たとこ。こっち側にもあるよ、ほら。これはどこですか？この地図の見方が全然わかんない。あ、ここか。はいはいはい。わかった。ああ、心が重いよ。あれ？こっちにもある。何？ここは？お？これもう鬼ごっこ用にいろんなところが繋がってきた。あ、なんかある。鍵！工具箱どっかにあったな。どこだっけ？アルバートの部屋か。じゃあ、アルバートの部屋行こう。アルバートの部屋、階段を降りて、
階段こっちかな。こっちを降りて。なんか来てるよ。なんか来てる。なんか来てる。どこどこどこ。あー、いる。セーブしよう。超後ろにいるけど。でもまさにこれ聖水があるとこですからね。まあ、いきなり振り返ってプシャッとやっちゃいましょう。こうだ。あっ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 でしょう。ペンスクリークで斧持った犯人に追われて何度やり直したかまちゃんとは思えないほどの冷静な一発打開だったね。ナイスだったよね。もう一回だ。さ、アルバートの、ここは何なの？これは。あいつじゃないんだ。絶対あいつかと思った。ちょっと待って。場所、こっちだ。そう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 。潜水かけたら何で燃えるの？うわぁ！びっくりした！なんだよ！逃げろ！もう逃げろ！こんなところには、あ！ちょっと待って！やだよ！あぁ！わたわたしてる！わたわた！ああ！わた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 してるわたわたしてるわたわたしてるわたわたしてるって。はい、まさかね、あのカードに潜んでるとは。よし、あつ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 っていうとこはちょっとかわいいね。さ、今燃えたばっかだからこっちにいないよね。うわぁ、待って、なんでいるんだよ、なんでいるんだよ、おかしくない？あぁ、あぁ、あぁ、はい、ちょっとちょっと、同じ手に引っかかるんじゃないよ。あ、もしかして今あれ使っちゃった？どうせまたあそこにいるんでしょ。ただね、こうやって走ってきてここに入って隠れるとこ一個あったんだよね。うえー、来たー。逃げろ逃げろ逃げろ、隠れろ隠れろ、あーあと走って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 、止まってる、止まってる止まってるよ。ここで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 ここ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 、あ、違う、え、これじゃないの、これじゃないの、ああ、あれは隠れるところじゃないの。もうくそ、あの待ち伏せに百発百中でやられるな。セクシーな象のようになってるな。むしろあいつをちょっと連れてきちゃうとか。はい、こっちこっち来い、こっち来い。後ろから来てる状況なら来ないんだ、来ないんだ、来ないんだ。じゃあ先にちょっとこっち行って隠れる場所を探しとこう。もう来てる、もう起きてるよ。なんだよ、隠れる場所はない。今だったら大丈夫かな、今だったらいけるかな。お、来てる来てる来てるよ、来てる、よしよしよし、今行け今行け今行け、よし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 、やったやった、違う、こっちじゃない、こっちじゃないよ、こっちじゃない。
上に行きたい。ああ、後ろにいる、後ろにいる、後ろにいる。隠れるところはないの？あ、六角レンチ。あーはははは、あ、やった、やった、ナイス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 。あーあー、六角レンチって一体何に使うの？おい、もう来てるよ。もう嫌だ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 、もう暗くて分かんないし。六角レンチってそもそもどこで使うんだよ。そんなのなかったよ。セーブしたい。もう一刻も早くセーブしたい。はぁ、あ。あー、疲れた。六角レンチ。一生続くエンドレス鬼ごっこ。鬼ごっこはストレスたまるね。あれ、空きアイテムなんだ。なんだろう、六角レンチって。鉄でできた六角レンチ。なんか使うところあったっけ。ん？行ってないドアが一個ある？そんなことないか。大慌ての中的確に逃げてて、天才かと思った。ね、奇跡的、あ、何これ、ゲーム内時間まだ2時間半しか経ってないの。ものすごい長く感じてるんだけど。殴り殺すんじゃないの。殴り殺せたらいいね。上行ってみようかな。もうこの口だ。いた？もう来た？わあ、いたー！こいつ！わあ！ああ、わたわたしてる、わたわたしてる、わたわたしてる、わた。ああ、ほら、もうあの石が砕けた。もう。あの石あっという間に砕けちゃうね。くそー、どこだよ。上からか、上から来んのか。あー、来た。あちゃ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 。どっちだ、こっちじゃないの。道が分かんない。この上か。あ、こっちになんかある。あ、あ、やめてよ、やめて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 。なに、え、おばあちゃんのショールがこんなところにあるよ。どうした。あー、ちょっと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 、おばあちゃんのショールをどうにか、どうしたいの？おばあちゃんのショールはどうしたらいいの？あ、なんかあったよ。あ、あー、来てるよー、来てる来てる来てる。ちょっと待って、六角レンチを使えますか？使えますよ、もちろん。お、止まった、あっち行けるようになったんだ。でも後ろに超いるけど、一旦セーブのとこまで戻った方がいいな。よし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 、逃げろ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 ー。あー、早い、足が早い、足が早い、足が早いよ。また渡してる、また渡してる、また渡してる。あー、止まんないで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 、頑張るって、頑張れ。よしよしよし。あー、なんか砕けた、砕けたぞ。
ここはどこ？ここはどこ？もう分かんない。お？あ、やった！来た！なんだかんだ。あのパリンっていうの使っちゃったけど、まあいいや。じゃああっち側に行けるようになったんだね。よし。いた！あ！よし！熱っ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 。今のうち今のうち。こっちか。あいつ足速いんだよな。もう！あ、もう先生いなくなっちゃったよ。いやー、わかんない。なんだったんだろう、レンチ。レンチ使ってここを止めたんだけど、後ろにあいつが迫る中、もう来てるよ。もう無理じゃんこれ。こんなん無理だよ。無理だよ。ちょっとこれどうなってんの。出口が一個だけある。今どこだろう。すっごい後ろにいる、すっごい後ろにいる。あ？え？わかんない。出口どこだろう。え？出口わかんないな。どこだろう。あ、あれか。赤いやつか。よしよし。よしよし。よしよし。出るぞ、出る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 よー。出たい。よし。ああ。またこれさ、もう潜水ないからどうしようもないよね。ああ、こんなところにお化けまでいる。もう。ああああああ。ちょっとさ、追われすぎじゃない。もうどうにもできないよ。よしよし、巻いた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 。この下ったところにさ、お化けがいるの。もう、ああ、またなんかある、なんかある、なんかある。ここは今どこ。ここ、なんだあの本のマークって。セーブできんのか、もしかして。あ、なんかある、なんかあるよ。これは娘からの手紙。え、あれを成仏させろってこと。ちょっと何、こんなとこ来ないでよ。ラベンダー、あ、ラベンダー。あ、何、ケーブルが落ちている。あ、やったー。10万ボルトでやっつけた。やった。あ、しかもセーブできんじゃん。やったー。はぁ、ドキドキが、ドキドキが止まらないよ。いやぁ、もうここで見るもんはない。今のうちでは見れるのはね。え？今のは何？あ、びっくりした。自分で押したのか。
なんか取ったよね。父親宛ての手紙。ラベンダーで何をしたの？ラベンダーはね、ただの回復アイテムです。なんでまだ使ってません。さっきはなんかいいところにコンセントみたいなのがあったんで、それでビリビリ多分刺したんだよ。多分外のお化けをこれで成仏刺すんだな。どこにその成仏。ああ、いる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 。あいつが来ないうちに何とかしたいよ。うわ、なんかすごい狭い。すごいとこだね。今どこいるの？わかんない。どこにいるか全然わかんない。あ、なに？ここすっごい細かい。あのゴーストを成仏させるアイテムはどこにあるのかな？あ、アイテムはあるんだけど、どこに置けばいいのかな？うわ、狭いな。もうあいつに追っかけられないだけでこんなところ超、あ、どうした、あ、壊れちゃった。これは何、あ、ストールだ、ショール。おばあちゃんのショール。何が上がってきたの？おい、やめてよ、なんだよ。何？見つけた？いやー、見つけたがいる。見つけたがいる。そう、あのガスマスク野郎を見た後だとどんなアバケも怖くないね。あのね、ハンマー男は怖すぎたよ。ハンマー男はね。こっちの硫酸男まだ声が優しいから。見つけたって。お、やったやったやった、出れた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 よ。セーブがしたいな。セーブしたいセーブしたいセーブしたい。もう一回ビリビリできるかな。もう一回ビリビリ。よし、やったー、セーブ。ショールを手に入れたよ。ってことはこれをおばあちゃんに渡せばいいんじゃないかな。おばあちゃんの部屋に行けばいいのかな。あ、もうビリビリが使えない。ドア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 、どこだよ、ドアドアドア。あった、わたわたしてるわたわたしてるわたわたしてる。暗い。何？おい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 、おお。結構戦えるね。お、え、ほんと？もう？やったー。どっちめてやりましょう。もう逆襲だよ、ほんと。散々追いかけ回してくれて。
やったー。ようやく反撃できるよ。どうやって弓やるんだっけな。めちゃめちゃ殺してる。よし、ジャッジメント、もう負けないぞ。あ、痛い。おお、飛んでくる。あ、ダメだ、ダメだ、ダメ。結構難しいぞ。なんかしゃがむとかあったような気がするな。しゃがむあった。あ、今だ、今こういう時だよ。あ、今、よし。あ、全然ダメだ、全然ダメ、全然ダメ、全然ダメ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、やだ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 。よーし、行くぞー。よし、来たか、来たか。よしよし、よし。あ、やばいやばいやばいぞ。でも、ああ、やばいやばいやばいぞ。ああ、また来たー。ちょっとちょっと、あのマークは何なんだろう。あのマーク、あ、出れないよってことか。あと一回当たったら死んじゃうぞこれ。ああ、早いよ、来るのが早い早い早い。よいしょ。あ、ダメだ、やられた。まあ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 、今のはパターンを読んだわけですね。よし、よし。あ、いたいたいた、いったぞ。よし、よし。あ、当たっちゃった。もう一個、もう一個、もう一個。あー、くそ、こいつ。あー、取れちゃったよ、取れちゃった、取れちゃった。よし、相打ちだけど、相打ちだけど。あー、やばい、超当てられてるんだけど。よし、そこだ、やめて。あー、避けられた、くそー。よし、避けられたー。
早いよ。よし、あ、やばい。これさ、ラベンダーとか使えばいいのかな。あれ、アイテム使えない。あ、アイテム使えないんだ。マジかー、やばい。やった、捕まえたぞ。またやられた。なんだこいつ、超強いな。全然攻撃するまで待ってくれん。あのそこだはしゃがめるのかな、もしかして。しゃがんで回避してみるかね。実は今ものすごい盲点に気づいちゃったっぽい。でもだいぶパターンは分かってきたんだよね。あ、もう来てる。早いよ。早いんだよ。おっ、よし、しゃがむ。おっ、しゃがんだ。すごい、しゃがむ。あー、ダメだ、ちょっと甘かった。くそー、近いよ。今惜しかったな。よし、入った。相打ちでも、もういい。よし、もう相打ちだ。相打ち状態。あ、すごいすごい。これ、え、何、まだいんの、何。今のでやられたんじゃないの。すごいよ、すごい。早く死ね。もうな、お、なんか超必殺技じゃなくて弱パンチでやっつけちゃった気がするけど、まあいいよね。弱パンチで倒しちゃってもいいよね。やったー。いや、あれが出たらもうそれで必殺じゃないんだ。まだあるのね。雪のクローバー。いやー、しんどかったー。拾うものはない。あー、疲れたー。超しんどかったー。これはまたかまちゃんしばらく来ないよ。これはこの心が癒えるまで。いやー、やっと倒した。嬉しい。
でもあれだね、なんでハンマー男あんなに怖かったんだろうね。ハンマー男よりまだ怖くないよ。ハンマー男ちょっと怖すぎたな。どっちだ、こっちか。あ、セーブしよう、セーブセーブ。あー、すげー疲れた、ほんと。イエルにはゲーム配信するしかないよ。そのゲーム配信でなんかもうヘトヘトに疲れてるんだよ。ちょっとホラーゲーは負担が強すぎる。ここか。あ、見える見える見える、アルバート、アルバート、お風呂、アルバート、お風呂、会いたかった。お前が編んでくれたショールだよ。お前が見える、僕も見えるよ、お風呂。よかったね。ありがとう、アリス。本当にありがとう。おばあちゃん、アルバート、さようなら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 。おい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 、なんだよもう。戻ってきた。アリス、魔物の配下を2人も倒すとは、お前のルーダーの力は相当強いようだ。あ、セーブだ、やったやったよ、やった。